こんにちは、Kです。今回はテベレ川でヨーロッパタナゴを釣りたいと思います。早速行きましょう。ここから出発します。ここにスタンドを設置しました。見えているマーカーがヨーロッパタナゴの実際に釣れた場所ですが、釣ってみた感じはこの辺であればどこでも釣れる感じがしました。そして今回ヨーロッパタナゴを釣るキーとなるのはフックサイズになります。体長が10センチを超えるのは稀と説明に書いてあります。かなり小型の魚になるので、フックサイズもかなり小さいものを選択する必要があります。ということで、適正フックサイズは14号になります。フックサイズを間違えなければあとは簡単です。餌に赤虫をセットして釣ります。それではゲーム時間の1時間の超過をご覧ください。18匹釣って4匹のヨーロッパタナゴを釣ることができました。以上になります。早めに釣れるといいですね。ご視聴ありがとうございました。